そして常磐自動車道を南下していって、ここがいわき市ですね。ちょうどこの山と山の間、ここに本当はね、市街があるんですが、ちょっと小さすぎるよなぁ。山を開拓するわ。フロンティアスピリッツで行こう。どうもこんばんはです。シティーズスカイライン実況を続きやっていきたいと思います。日本をゆるーく作る、ゆる日本。前回はですね、東北編の山形県を途中まで作りました。はい、こちら、蔵王の御釜と、その向こうは山形市、改め、八ヶ又市を前回作っております。で、今回はですね、山形県の残りの部分と、あとは、福島県ですかね、東北最後の県、福島県を作りたいと思います。まあ、山形県の残りを作るといって、でもなんですが、このあたり、ここぽっかりこう空いてるじゃないですか。山形市の西側ね。ここね、山なんだよね。めっちゃ山。なので、街とかもないんだな。うん。ちょっとここら辺は、はい、大自然のまま置いといて、山形の南側ですかね。米沢市とか、そのあたりを作っていきましょう。と思ったらなんか、電気が足りないと言っている。ギリギリまだ、緑の方に入っているから足りないことはないと思うんだけど、どっかでまずは切断されてるかな、これ。いや、繋がってるように見えますけど、ねえ、ねえ、北海道とも繋が、あ、北海道とこっち側が繋がってない。ここはちょっと海沿いに電線を敷きましょう。こうすることで北海道の余剰な電気が、こちら側にも供給されるはず。ああ、消えていくね。ああ、よかった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 。一旦これでいいでしょう。あ、今度ゴミがと言っている。ゴミ。ああ、そっか、ゴミ。またいつも通りあれに頼るか。いきなりブックオフ。なんだろ、この安心感。すごい安心するんだけど。ああ、いいね。ブックオフから、ゴミ収集車が出張っていきます。八ヶ又市の南側、この辺りが、上の山市がありますね。上の山温泉っていうのが有名なようですが、温泉街がこのままだとインフレを起こすので、今回は割愛とさせていただきます。上の山をもう少し下ると、ここが、南陽市ですね。はい、ここも、もうね、みんな、ゆる日本の国民が住宅を欲してやまないので、住宅街を作っていきましょう。そしてさらに南下すると、ここが、はい、米沢市です。米沢牛食べたい。せっかくだから牧場作ろうか、牧場。これ多分最初からシティスカにある牧場なんだろうな。ここに牛とか入れればいい感じかな。ここら辺に牛をこう、ドン。ドン。あー、来た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 。またこれ傾斜が急だから埋まるぞ、これ。最初からもうはみ出してるしね。あこれじゃなきゃ。牛的にはこれなんだろう、ちょっと癖になるのかな、気持ちいいってなるのかな。で、あとは空いたところにまた田んぼですかね。はい。田んぼを植えていきましょう。でもこういうちょっとデコボコしたとこは難しいね。こんな感じで、よっと。よ、よ。なかなかちっちゃいのしか入んないけどね。まあちっちゃくてもね、数を揃えりゃ、それっぽく見えるでしょう。でも、米沢は牧場を増やしましょう。おー、すごい、なんだこれ。あ、豚じゃん。かわいいじゃないの。あと、山形市の北の方もだな。この辺りももう、田んぼだね。さすが米どころでございます。はい、とりあえず作ってみましたよ。うん、一旦こんな感じ、これぐらいで勘弁してやろう。で、あとはですね、八ヶ又市の北東ですね。うん、この辺りにですね、有名な観光名所が一つございます。立石寺。
通称山寺と呼ばれているお寺です。まあ、山寺言うぐらいなんでね、あの山の中なんですよね。まあ、多分この辺りかな。うん。矢ヶ又がここにあって、北東のここら辺。はい。蔵王の北ですね。ここに作りましょう。ちょっと一本道を敷きましょうか。この辺りから、めちゃめちゃ適当に引きます。こんな感じで繋げちゃう。この辺りかな。あまりこっちで寄りすぎるとね、東行きすぎると円台に行っちゃうので、西この辺り。まずは、ちょっと山奥感を出したいので、植樹します。植えると言ったらやはり、杉。気持ちいいな、これはこれで。そんなに山感は出ませんけどね。で、この中にお寺を建てるんですが、ご覧の通り、立石寺、すげえなんかね、ほんと崖の上っぽいところに建ってる、だよね。複数の建物があるんで、その中の一部だけだと思うんだけれども、まあ、特徴は出していきたいなと思うので、ちょっと崖っぽいの作るか。ちゃんとこの参道っぽい感じにしたいんだよな。お寺を建てるスペースもね、確保しなきゃいけないので、なかなか難しいですよ。地形ツール、斜面を作るとかね、この辺りをちょっと使って、うまくこうやっていきましょう。で、これで、砂利道を作る。砂利道か？違うか。参道なので、この、モダンジャパニーズスタイルロード。これを使ってみましょうか。はい。おー！おー、いいね。北、北道だけど、なぜか。あ、いいじゃん、いいじゃん。はい。ふんふんふん。で、この左側、ここら辺に、こんな感じかな？はい！めり込んだ。めり込んだ、節操ない感じになっちゃったな。もうちょい、こんな感じか？あー、これいいね、これ。あー、うん。崖っぷち感は出たな。けども、これ。これ、あんまりだね。転落防止ネットみたいになっちゃったよ。まあ、ちょっとこういう残念なところは、杉で隠そう。はい。立石寺です。はい、こうやってね。こう、急斜面を登って、参道を登っていくと、はい、左側に現れました。立石寺ですね、これ。うん。そして、ここの崖から、あまり見えないな。ちょっと杉を多く植えすぎたかな。あー、でもほら、松木を見える。あと、あれか。蔵王のふもとにも温泉街がありますね。蔵王温泉。蔵王のお釜から北西のこの辺りかな。まあ、前回ちょっとね、銀山温泉で悲しい温泉を見せてしまいましたので、はい、皆様がっかり感半端なかったと思います。その反省踏まえて今回はですね、もっとマシな、はい、温泉をご用意しました。はい。それはこちらで、ちょっと待って。おい温泉すごいでしょう。見てください。このテッカテカ。ね、磨き上げられた鏡のように。だいぶね、スリル満点な、はい、蔵王温泉。ちょっと斜面すぎたかな。ちょっと引っ越しよう、引っ越し。これならまだありだね。うん。ちょっと場所が少し南寄りになっちゃいますけど、ちょっと温泉もだいぶ隠れちゃってるんで、温泉掘ろう。温泉掘ろう。あ、埋まってく。ちょっと、温泉埋まってくよ。ちょっと、これ、どういう作りなんだ、これ。今度、こうやると温泉どんどん上がってるけど。はい。蔵王温泉。温泉感ゼロだな。あ、でも人がもういる。温泉なのに普通に服着てるしな。つうか、タブレットいじってんじゃないよ。では、福島県を作っていきましょう。はい、いつも通りですが、主要な都市をまず目印つけていきまーす。はい、海里町オールスターズ。で、次はここに沿って道路を敷いていきましょう。まずは高速ですね。宮城の方からですね、三陸自動車道が続いておりますが、これが常磐自動車道に変わります。こうして、海沿いまで行って、こっからちょっと中の方に、はい、入っていきまーす。こんな感じかな？で、こっから先は茨城県なので、はい、ここで一旦おしまい。あとは東北自動車道ですが、そうそうそう、ここでね、ちょうど、なんだっけ、東北中央自動車道かな、これ。こっち側のこれ。これと、合流するんですね。これ繋がるかな、ちゃんと。おー、繋がったー。よっ。こんな感じかな。よし。
東北自動車道も、はい、南へ南へと、まあ、最終的にはね、東京の方まで行きますんでね。前回ね、山形県作った時で山形新幹線の、発着駅ということで、先に福島駅を作りました。で、ここをベースに福島市を作っていきましょう。道が、東へ伸びていきまーす。よいしょ。南の方へ。ドキョン。はい。で、国道4号線は、相変わらず、ね、東北自動車道、大好きっ子なんで、ずっとそばをついて回ってます。はい。福島市にも、名を授けよう。福島島。市街の道路を敷いて、はい。高密度住宅、必要。やっぱ常にね、住宅需要がめちゃめちゃ高いからね。ちょっとオフィスもね。はい。あとやっぱあれかな？都会なので、やはり舗装道路、アスファルトで埋めていきたい。こんな感じ。福島島がアスファルトに。そして、山形新幹線は繋いであるので、東北新幹線をつけましょう。エンダーアイの方から、ましょうか。ここのギリギリこの間を抜けて住宅街をなぎ倒していけー。まあ、本来はね、東北新幹線も東北自動車道に寄り添って生きているんだけどなー。そうか、だからこっちじゃなくて、うわ、壊し損、こっちじゃなくて反対側に向けましょう。ここをぐわーって壊して、南部さん、もうガンガン壊しまくって、で、ここ難しいな。ここどうすればいいんだ。すごい高架になってるけど、高架のさらに上を、はっ、あいっそうなりますよね。こっから下をくぐらせる。あー、大丈夫俺の中で大丈夫判定おりました。大丈夫です。で、ここで合流だ。強引に。さあ、これはすごいぞ。もうちょっとなんとかならんかな。この一般道を交換にしよう、逆に。こういう風に、うん、先に通します。で、この一般道を高架、あ、でも上に引っかかるのか。高架がダメなら、地下に潜ろうか。ね、日の光を浴びず行こうよ、ひっそりと。これどうだ？あー、いいんじゃない？ちょっとなんか、見えちゃいけないもの見えてるけど。さあ、なんとか、新幹線も、つなぎました。っていうか、福島島に犯罪マーク出てるな。警察ってどこだ、最寄り。あ、エンダーイの方には、これは、交番か。交番しかないからね。はい。交番と消防団、いつものしかないので、ちょっと離れにというか、福島島の方に、警察署と消防署を作るか。まず警察。で、消防と。いいね。日本の消防署はこうじゃなくっちゃね。地味。確かに警察ってこういう色だよね。なんでなんだろう。で、この標語ね。優しさが走るこの街、この道路。いいね。じゃあこれで時間進めてみましょうか、とりあえず。福島市の北東の方に行くと、この辺り伊達市ですね。なんか白石市ともうくっついちゃったけど。はい。こんな感じです。高校も一個作ろうか。確か、小学校大丈夫だね。まあ、高校結構ちょっと危ないから、高校一つ作りまーす。でかい。3万か。結構痛いねー。ドーン。ちょっとおしゃれな日本の高校。そして、海里町。あとは、福島島から東の方へ行きますと、ここが、相馬市。というか、その前にあれか。海岸沿いに国道6号線が走ってますね。6号線、岩沼市のあたりだから、仙台、エンダーアイの南側、ここら辺からかな？このあたりから、ずっと日本海側を、こうやって、常磐自動車道の脇を通って、いわき市真っ只中、抜けます。はい、ここまで。で、相馬市のあたりも、よっと、はい。家を建てます。で、この海里町看板のところは、南相馬市。ここら辺もね、はい、はいと。そして常磐自動車道を南下していって、ここが、いわき市ですね。ちょうどこの山と山の間、ここに本当はね、市街があるんですが、ちょっと小さすぎるよな。
山を開拓するわ。フロンティアスピリッツで行こう。で、はい、ここのちょっとポコッとなってるところね。はい、ここもいわき市ですね。はい、いわき市。まあ、いわきでいいか。この山のところはいいな。これはほら、南のね、この辺りも作れるから、ここら辺までにしましょう。ああ、そうそうそう。あれですよね。新しい新ダウンロードコンテンツが登場しましたね。サンセットハーバーというダウンロードコンテンツで、なんか漁業ができるっぽいね。なんか沿岸にこのね、イワシとか、鮭とか、マグロ、それがこう、海にいて、漁業の漁船のルートを設定してあげると、それをこう、釣って帰ってくるみたいなね。そんな感じらしいっすよ。ぜひね、いる日本にも取り入れていきたいなぁと思ってます。産業もちょっとだけ、需要がやっと出てきたんで、ちょっとだけ産業置きましょうか。で、いわき市から、あ、一本なんかあれだな、常磐自動車道からつながる高速があるな。ああ、聞いたことある。磐越自動車道だ。いわきと、新潟結ぶのかな？越だから。いわき、岸から福島島南側をこう通は飛んでるなったこう通って猪苗代湖ですね。これね、猪苗代湖の北側をこう抜けて、これ新潟まで行っちゃうんだもんな。一旦ここで止めときましょうか。で、磐越自動車道と東北自動車道のジャンクション、ここですね。ここの南東にあるこの町が、郡山市ですね。郡山も結構大きい町ですね、これ。まあただ、福島島と近い。近すぎる。これはしょうがない。ゆる日本の定めじゃ。郡山市、福島島と合併。はい、高密度のオフィスもちょっと建てましょうかね。あとは商業も高密度で。ちょっと電力やばくなってきたかな？あと上下水もやばいね。猪苗代湖、ここですね。の南側にですね、ここの、丘の上にですね、布引高原風力発電所という発電所があります。はい。風力発電所を作っていきましょう。いくつで建てようかな ?1、2、ちょっとね、今黒字にはなったものの、まだちょっとな、ギリギリだからね、あんまり経済財政圧迫するような感じはしたくないんだよな。どうだ ?1 個でも80だからな、維持費。今、8個作ったけど、640か。ああ、いいんじゃないですか。これでどうかな電力。あれ全然増えていかないけど。ああ、そっかそっか。繋がってるよな。あれ繋がってるのに全然増えていかない。ああ、ちょっとむしろ逆に減ってってる。やばいやばいやばい、足りてない。全然足りてないじゃん。あれおかしいな。頑張れ頑張れ お、来た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 。頑張れ頑張れ。あ、来た来た。やっと来た。あ、うん、うん。いや、ちょっと電力すごいな。これ、あ来た来た来た。あ、よかった。大丈夫かな？なんか、わかんない。一進一退だけど。あ、でも増えた増えた。あ、大丈夫だね。よかったよかった。あとは、上下水道だね。で、ポンプ場といえば、はい。ゆる日本の中では、もう、常識になってますけれども、利尻島、利尻島が、ポンプ場の島なんでね。はい。下水はもっと離れ小島。ここですね。っていうか、これもここじゃなくてもいいよね。場所変えようか、もうこれ。すごい見づらいから。水の汚れ、モッドでなくしたから、もうどこでもいいんじゃないの。この辺り、この、北方領土に、作っちゃいましょうか。よっ、風力発電1個置いた。これでいいでしょう。あと、郡山市のですね、東側に、名所の、三春滝桜という、大きなしだれ桜があります。ので、それも再現しましょうか。磐越自動車道、これ何これ。なんでこんな、何これ。トンネルが隠しきれてない感じがありますね。もうちょっと深く潜ってもらっていいかな、これ。あ、潜る潜る潜る。あ、車入ってった。潜ってもらって、あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。はい。この辺りかな。この辺りとさせてください。未舗装道路をちょっと伸ばしまして、で、ここに、しだれ桜。しだれ桜。しだれ、これしだれ桜っぽい花の木。これかな？このなんかふりかけのゆかりみたいな色してるけどさ、これかい？これしだ、まあ、確かしだれ桜、うん、しだれてはいるよね。しだれてはいる。ちょっと一個じゃ寂しいからなんかいっぱい作ろう。三春滝桜たち。
よし、今回ここまでにしましょうか。福島県もかなり広いからね。次回はあれだな、会津若松ですかね、猪苗代湖から西側、はい、ここら辺を作って、で次はさあなんだ、関東行きますか、それとも中部地方、新潟とかね。でも中部も広いからな、先にやっぱり関東行っときましょうかね。関東地方行ってから、中部地方、そして近畿ですかね。はい、そんな感じでやっていきましょう。よければチャンネル登録、また面白かったら動画の高評価していただけると嬉しいです。またツイッターもやってますので、動画概要欄からアクセスしてフォローの方もお待ちしております。はい、ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。海里町方。